広島市立上里町中学校で開かれた集会には全校生徒およそ270人が参加しました。佐々木貞子さんは2歳の時に被爆し、10年後白血病で亡くなりました。貞子さんが通っていた上里町中学校では命日に合わせて毎年集会が開かれています。平和委員会の松藤凛委員長は、戦争や原爆について学び、平和を考える機会にしたいと呼びかけました。生徒たちは戦争の犠牲者に黙祷を捧げた後、これまでの平和学習の成果をスライドを使って発表し、被爆の実相を次の世代に伝えていく大切さを訴えました。最後に生徒たちは平和への思いを込めて、大きな紙の折り鶴を校内の慰霊碑に飾りました。